3ヶ月明けの日向坂で会いましょうの収録の時に挨拶来てくれて、うん、そうね、ドア開けて、あの今日から復帰ですって言うなり大号泣で、引きで見たら TMC の廊下でオードリーが説教してるみたいなもうやめてちょっとつって、うん、しかもなんか目なんで今今俺が泣かしたみたいな、俺は若林だね、見栄え的には完全に通り、オードリーさんやめてください、泣かせないでください、事実を言っただけ、エピソードトークだから責めたわけじゃない、うん、その時の状況をすごい思い出して、うん、復帰できてよかったなって、うん、ああそういう思いだったわけ、ね、ね、番組冒頭で早すぎるよ、早い早い、もう三浦さんでももうちょい後だったもん、三浦さん中盤ぐらいだったもんね、うん。